龍馬という男は何をしたのか、日本を開国させた男であるということを言う人もいるんだけども、私はそれには同意しません。ここでまた変なことを言います。顰蹙を買います。というか今日はね、そもそもね、坂本龍馬はクソ味噌に言われますんで、龍馬好きな人は怒って帰ると思いますが、知ったこっちゃないの。本当のことを言うだけ。日本を開国させたのは、さっきちょっとちらっと言ったらやっぱりね、顰蹙買ったんだけど、マルコ・ポーロです。それどういうことかっていうと、マルコ・ポーロは元の時代で、中国の元の時代にヨーロッパからやってきて、元のクビライ皇帝かなんかに仕えたんですよね、何年かの間。その間に何をやったかっていうと、東方見聞録っていうわけのわかんない 嘘っぱちのね、本を書いたわけです。でその中にジパングって出るんですね。で日本という国をどうね、彼が、書いたかというと、ジパングは中国大陸の東の海上1500マイルに浮かぶ独立した島国である。莫大な金を産出し、宮殿や民家は黄金でできているなど、財宝にあふれている。人々は偶像崇拝者で、外見がよく礼儀正しいが、人肉を食べる習慣がある。嘘は。で、この中でヨーロッパ人、特にユダヤ人が興味を持って、常々思っていたのは、ジパングに行けば金が手に入る。ね、じゃあね、要するにどういうことかっていうと、明治人ってのは、イギリスやアメリカのユダヤ人が日本の金を盗みに来たんです。だから日本は金でできると思ったから、日本に金を盗みに来た、開国させて金を奪い取ることが明治維新、開国を強要した目的なんです、と私は考える。だから誰が立役者かっていうと、マルコ・ポーロだと。こういう嘘を書いたことが全ての根源であると。これがなければこんなことになってないかもしれない。まあ、その辺をこれから今日おいおい話してみます。はい、幕末で名前を挙げるべき人間で、ちょっと一つ全部リストアップしてみました。シーボルト、ジョン・中浜万次郎、ウォーレン・デラノ、マシュー・ペリー、タウンゼント・ハリス、坂本龍馬、トーマス・グラバー、伊藤博文、岩崎弥太郎、福沢諭吉、英国ロスチャイルド家、これが全部グルであるということです。でどう来るなのか、基本的には全て英国ロスチャイルドにつながります。要するに英国ロスチャイルドの世界戦略の中にの一つ のフレーズが明治維新であったと考えます。でまずですね、このフォン・シーホルトっていうのは何をやったかっていうと、この人は長崎のオランダ商館の、医師だったんですね。ところが医者を別にやっていたわけじゃなくて、何をやったかっていうと、なんだか知らんけど日本の地図ばっかり一生懸命集めてたんです。で要するにあの当時非常に優秀な測量家が2人いたんですね。1人は伊能忠敬、もう1人は間宮林蔵で、伊能が間宮の師匠にあたるんです。で伊能は日本地図全てを作った、間宮はそのうちの一部であるところの蝦夷と樺太の担当者、蝦夷や樺太に渡って、測量をして地図を作って、それを伊能の作ったものに合体させたわけです。これで完璧な素晴らしい地図ができてるんです。これをおそらくヨーロッパの人間初めて見た時に、日本人ってのはすごいなとびっくりしたと思います。どんな地図かっていうと、ここまで今と同じじゃん、全然今の日本地図と同じものを江戸時代に作ってるんですよ。すごいでしょ、細部にわたる地図で。これをシーボルトが国外に持ち出そうとしたわけ。なぜかっていうと、日本は当時鎖国していたから、自国の地図っていうのを外に持ち出すことはもう絶対に禁止していたわけですよ。それをなんとかごまかして外に持ち出せば金になるわけです。それを考えて密かに幕府の天文方のお役人とつるんで、お役人にいろいろ欲しい資料をあげる代わりに日本地図のコピーをもらってたんです。でそれを暴いたのが実は間宮林蔵なんです。間宮は自分が測量して作った地図も含めて、どうやらシーボルトが持ってるらしいというのを突き止めて、
大阪奉行所 の, あの奉行を動かして、摘発したんです。でシューボルトは捕まっちゃって、いやごめんなさいもう返すからというので、私も持ってないよって言ってそのまま出国したんだけど、実はコピー持ってる。そのコピーを持ち出してヨーロッパに持ち帰って、日本という大きな本を書いたの。その本でもってヨーロッパの日本という国が紹介されたわけ。それはそれでいいんだけども、結局地図は結局欲しいわけですよ、いろんな国が。そういった非常に価値のある地図を高く売っていた。その、シーボルトが持ち帰った地図のコピーを、誰やろう、マシュー・ペリーが持っていたんです。つまりペリーは日本に来るときにすでに日本の詳細な地図を手に入れていたんです。ということで、この、シューボルトは、グルというよりもですね、彼が持ち出した日本の情報によって、その後の、イギリスやアメリカのユダヤ権力が日本に対していろんな働きかけをするきっかけになったということですね。はい、その次出てくるのが中浜万次郎さん。これはこの方は高知のご出身で、皆さんよくご存知だと思うんですが、実は教科書なんか読んでもあんまり出てこないんですね。で本来は僕は幕末におけるキーパーソンはジョン浜中万次郎であると思う。だから幕末についての記述は3分の1ぐらいは万次郎のことでいいと思う。ところがなぜかあまりスポットライトを当てない。そこがよくわからなかった。つまり当てちゃ困るから。つまり中浜がつるんでいた相手が誰であるかってことが分かってくると、ユダヤ人出てきちゃうんですよ。ここでは、い、1828年にそのシューボルト事件というのが発生して、日本の地図が国外に流出した。1830年にシューボルトはオランダに帰り着いて、もともとドイツ人なんだけど、オランダ人というを偽装して日本に入ってきた。だから帰るところもオランダに帰って、でそこで、資料いろんな地図なんかを、高く売ったりいろいろし始めた。